はい、今日はAmazon で買ったライトなんですけど、ここにマグネットがついてます。で、暗闇で自動検知してパッと照らしてくれるライトで、まあ明るさとかその辺を見てもらおうかなと思います。ちなみになんですけど、中身は単4電池3本入ってます。はい、はい、で、蓋は本当にここですね。ここをただ回すだけっていう、ちょっと回してもこれでロックで開かないようになってます。はい、じゃあ早速なんですけど、感度と、まあ、明るさを見ていただきたいかなと思います。で、ちなみに今の時間なんですけど、夕方4時頃、まあ外こんな感じですね、明るさで。中はまあちょっとこういった感じで、もう部屋の中ちょっと薄暗い感じです。これぐらい。はい、じゃあ早速入ってみようかなと思います。でも照らされた感じのなんですけど、締め切ります。扉を締め切って、まあこれぐらい見える感じですね。ちょっと肉眼の方がもうちょっとよく見えるんですけど、まあ大体こんな感じです、ざっくり。一応まあ暗闇でも見渡すことはできるんですけど、細かな洋服の色の違いとかはちょっと判断が難しいような感じです。はい、はい、じゃあせっかくなんで、この後ろのこれですね、このAmazonのライトだけで撮ってみようかなと思います。今まあこんな感じですね、明るさは。では失礼します。切れるとこれぐらい暗いです。で、今指動かしただけでつきましたね。腕ちょっとこうやって上げただけでつきました。まあ動体検知結構優れてるんじゃないかなと思います。はい、では、まあ、失礼します。